今日のテーマは讃岐さんということで、この讃岐さんは、まあ、我々が作り出したお菓子の中でも継続的にヒットし続けてるっていう。しかし香川の銘菓ということにはなってない。については各店舗の人気ナンバーワンでの売り上げをキープしております。ちょっと甘いよねっていうご意見も実際あるので、甘さの部分を抑えた時に今後また、作っていく時のバランスっていうのをもう一度検討し直してみようかな。まず素材についてなんですけども、カバーの素材をできるだけ使おう。三本刀はもう絶対外せない一つの素材だと私は当初から思いました。もともと讃岐の和三盆刀というのは八代将軍徳川吉宗の討御奨励から始まります。お砂糖を作らなきゃならなかった。ところがここら辺の土質というのは砂糖きび作りには最も不向きなところだったけど、讃岐藩のお殿様が一番最初は平賀源内、池田玄城、崎山秀慶と讃岐藩のお医者さんに命令をして作らせたわけです。癖のない柔らかい甘みのアクのないそういう白い砂糖から分泌発酵させることによってとんでもないお砂糖が出来上がった。その昔の方法で炊き詰めた白い砂糖というのは昔からの研ぎ作業、これから押し舟という作業で分泌できるわけです。今のお砂糖作りと全く違う方法でお砂糖ができます。それが和三盆糖です。ルーブさんがその和三盆を使ってもっともっといっぱいおいしいものを作っていただくことを私は願っております。あんこを作るっていう作業もやったことがなかったわけですから、約1年の歳月を費やしていろいろ試行錯誤を重ねて作り上げたものです。原料糖である白下糖っていうお砂糖があるのを見つけ、これを食べた時にこれだ、白下糖を使ったあんこができないものかなと思ったんですよ。笑顔のために変わり続けるルールっていうテーマがございます。今一度立ち止まってリメイクして、そしてまた新しい讃岐さんをお客様にお届けをしたいと。今までも、甘さにはこだわって作ってるんですけれども、少しでもすっきりと、味わっていただけるように、キレが出るような感じで組み立てました。血糖値が上がりにくい働きのある、糖を使って、少しでも、まあ、お客様の、体にいいんじゃないかなっていうような素材を増やして作ってます。あ、美味しいです、はい、
さぬきの、まあ、語源ですかね、美味しいものであったりお菓子という、言葉が使われました。新しくなったオンマイは通常の乳化ではない生クリームを使用していますので、より牛乳と相まってミルキーな味わいになっています。我が社が香川県を愛している、そういった思いであったりと、オンマイ方言を使ったお菓子の名前、いろいろな意味を含めてずっと来世に残るお菓子に育ててあげたいと思います。食べていただくことで香川を思い出していただいたり、香川にこんなに美味しいお菓子があるんだっていうふうに思っていただけるようなお菓子に育っていってほしいなと思っております。香川の、まあ、顔になるようなお菓子をこれからもどんどん作り続けていきたいです。香川県のお土産として県内県外の方に認知されるように、これからもたくさんのお客様に美味しいっていうのを伝えていきたいと思います。安心で優しい味で食べたら幸せになる甘さ、すごいなと思いました。あんこが苦手なんですけど、オンマイだとたくさん食べることができました。パクパク食べれまして、とても美味しかったです。このお菓子を通して家族のコミュニケーションが広がったり、人と人との会話があったり、世の中がもっともっと明るくなるようなお菓子になればいいなというふうに強く思っておりますし、願っております。